3、2、1、はじめまして、こんばんは。おはようございます。こんばんはじゃなかった、おはようございますだった。今回はですね、南海トラフ地震。南海トラフ地震について調べたことをちょっとね、説明していきたいと思います。南海トラフ地震とは、嫁ねー、春河湾から、日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として、おおむね100から150年間隔で繰り返し発生してきた大規模地震です。前回の南海トラフ地震、昭和、東南海地震1944年および昭和南海地震1946年が発生して以来から70年以上経過した現在では、次の南海トラフ地震発生の緊迫性が高まってきております。よいしょ。神やね、政府の中央防災会議では、科学的に想定される最大クラスの南海トラフ地震が発生した時際の被害想定を実施しております。その被害発生によれば、南海トラフ巨大地震がひとたび発生すると、静岡県から宮崎県にかけての一部は震度7となる可能性があるほか、それに隣接する周辺の広い地域では震度6強から6弱の強い揺れになると想定されています。また関東地方から九州地方にかけての太平洋側の広い地域に10メートルを超える大津波の襲来が想定されております。なお、この被害想定は発生過程に多様性があり、南海トラフ地震一つのケースとして整理されたものであり、実際にこの想定通りの揺れや津波が発生するというケース、揺れというものではありません。しかし、南海トラフ巨大地震は1000年一度あるいはそれよりも発生頻度が低く、次に発生する南海トラフ地震を予測したものではないことにも、留意が必要です。今回本当に九州の地震、南海トラフ地震ではないとは言われておりますが、何かしら関連、これをきっかけに、より強い揺れが来るかもしれない。うん。物事はね、すべてはかもしれないことをね、想定して考えるのが一番、セーフティーだと思うので、本当にね、この、結構ね、何年前かわかりませんが、南海トラフ地震、たびたび話題になってきております。本当に、皆さん一人一人の身の安全を私は第一に考えたいと思ってます。以上、南海トラフ地震の私が調べたことでした。です。